オメガラビリンスライフ。ここベルフルール女学園の庭園には花が枯れることなく永遠に咲き続けるという伝説があります。美しい花が咲き続ける庭園は生徒たちの誇りであり、いつしか自分の夢を叶えるための心の支えにもなっていました。そんな美しくも不思議な庭園を持つこの学園に一人の転校生がやってきました。学園創立100年の歴史の中で初めての転校生。今日彼女がやってきたのは偶然なのか、それとも花たちの思いがもたらした奇跡なのか。ここが有名なベルフルール女学園。私、今日からここに通えるんだ。夢みたい。転校初日はやっぱり第一印象が大切だよね。笑顔の準備。よし、オッケー。それじゃ記念すべき第一歩。私の新しい学園生活は今ここから始まる。うん？ああ、そっか、これ私が見てる夢か。いくら転校が楽しみだからってこんな夢見ちゃうなんて。本物の学園に遅刻しないようにそろそろ起きないとね。こうやってで、ほっぺをつねれば…いたたたたた！夢じゃ…ない？なんだ…じゃあこれってやっぱり現実か。襲われてしまうわ。まだこちらには気づいていないみたい。今のうちに倒しましょう。わかった。やってみるよ。
あなた強いのね。へっへー、鍛えてますから。頼もしい。私なんか手も足も出ないのに。じゃあさ、危ない時は私が守ってあげるよ。ありがとう。外に出るためには何度もモンスターと出会うはずよ。気をつけて進みましょう。うん、任せて。あれ、何か落ちてるよ。あれはアイテム。不思議な力を持つ道具よ。この場所ではたくさんのアイテムが落ちているわ。武器になるものだったり、人間さんの食べ物も。きっとあなたが外に出るのに役立つはずよ。へえ、アイテムか。どんなのがあるか楽しみだね。モンスターとの戦いでもいろいろ試してみようかな。ちょっと残念。ねえ、人間さんって胸の大
それは人によるかな。そうなの？ねえ、よければあなたのこともっと聞かせてくれない？うん、いいよ。それじゃあ歩きながら話そっか。中に入れば外に出ることができるわ。よーし、早く外に戻ろう。やったー、やったー、戻れたー。頑張ったわね。怖くなかった？全然、むしろ結構楽しかったよ、洞窟の冒険。人間さんって不思議な場所や存在をもっと怖がるものだと思っていたわ。まあ、たまにはああいうこともあるよ。何でも楽しんだもの勝ち。ここまで送ってくれてありがとね。そうだ、まだ名前を教えてなかったっけ。私は暁日向。日向、素敵な名前ね。えへへ、そう？あなたの名前は？もうここを離れた方がいいわ。また空間が歪み始めてる。あ、本当だ。でもあなたは一人で大丈夫？一人じゃないわ。私には大切なお友達がいるの。その子と一緒だから平気。そっか、わかった。でもまた会おうよ。あなたの名前その時に教えてね。約束だよ。名前、私も欲しい。私は名もない青いバラ。風の中を突き進む。
子ですわね。うん。あー、すごいすごい、転校生だ。ねえねえ、ひなち。あ、もしかして私のこと？そう、ひなただから。ひなち、ひなちはさ、前はどこの学校にいたの？部活はやる？好きな食べ物は？私、オーレンジベルネ、よろしく。こちらこそよろしくね、オーレンジさん。ベルでいいよ。それじゃあ、よろしく、ベル。休み時間だ、学校を見学しに行こうかな。ごきげんよう、暁さん。あ、こんにちは。私は、銀城七海、このクラスの学級委員ですの。よろしくお願いいたしますわ。金城って、もしかしてあの金城財閥の？よくご存知ね。私は銀城家の一人娘ですの。以後お見知りおきを。よろしければ私が学園の案内をいたしますわ。いかがでしょう？本当に？じゃあお願いしようかな。よろしくてよ。困ったことがあれば、どんどん私を頼ってくださいませ。おお、待って待って、ひなちんのことは私に案内させて。まあ、すでにお友達ができていましたのね。ならば、おせっかいは野暮ですわね。おせっかいだなんて。声かけてくれて嬉しかったよ、ななみちゃんだから。これからはななちゃんって呼んでいい？ええ、ご自由にお呼びになって。では、オーレンジさん、彼女の案内をお願いいたしますわ。オッケー、行こう、ひなち。うん、よろしくね、ベル。
ルフルール女学園のスーパーアイドル、水瀬樹里だよ。え、すごい、この学園ってアイドルの子がいるんだ。知らなかったの。樹里ちゃん悲しい。しくしく。樹里凛、ひなちーは転校生だから仕方ないよ。ごめん、そうだよね。あなた転校生の赤月ひなたちゃんでしょ。うん、これからよろしくね、水瀬さん。よろしく。ふーん、暁ひなたね。なんかただのいい子ちゃんって感じ。っていうか、このお嬢様学校になんでこんな田舎っぽい子が入れたわけ。暁なんて家聞いたことないっつうの。マジで意味不明。まとりあえず今は適当に愛想よくしとけばいいでしょう。あなたも樹里ちゃんのファンになってくれると嬉しいな。もちろん応援するよ。あ、ありがとう。暁ひなた、転校生ってだけで今はチヤホヤされてるみたいだけど、この学園の真の人気者は誰なのかすぐに分からせてやるんだから。のおかげで庭園の花は永遠に枯れないんだって。へえ、そうなんだ。こっちの像は聖火フローラに宿る精霊様の像だよ。本当にいるかどうかはわかんないけどね、ただの伝説だから。うーん、私はいると思うな。精霊様、この学園には不思議な力が満ちてる感じがするし、実は今日の朝も不思議な体験しちゃったしね。え、そうなの。というか、なになに、不思議な体験って。ひなちーだけずるい。その話はまた今度ってことで。あ、みよみよ、お花のお世話してるの？うん、こんにちは、転校生の暁ひなたです。知ってる。あ、そっか、そういえば同じクラスだったね。さっき銀城と話してた。銀城？ああ、ななちゃんね。すっごく優しくて親切だったよ。愛は、ミオ。え？私の名前言っちゃった。何か怒らせちゃった？ううん、大丈夫。ミオミオはいつもあんな感じだよ。お花が好きみたいで、いつも庭園で見かけるかな。そっか、それじゃあまた今度話しかけてみよっと。おはようございます。あら、制服が乱れていますわよ。お前が暁ひなたか。こんにちは。私のことを知ってるの？私の赤の瞳は相手の真の名を、青の瞳は真の姿を見抜くことができる。え？私が昨日転校生が来るってメーターに教えてあげたんだよ。ベルメ、その名で私を呼ぶなと言ったはずだ。
私の名はメイ、黒崎メイだ。黒崎さんだね。よろしく。これから仲良くできると嬉しいな。仲良くか、孤高の存在である私には縁のない言葉だ。メイタンはちょっと恥ずかしがり屋なんだよね。ところで、黒崎さんが右手につけてるのってグローブ？これか。この右手に封じられた忌まわしき闇の力を解放する時が来なければいいが。これはね、名探なりのファッションなんだよ。もう、さっきからうっさい。ファッションじゃないもん。闇の力を封じてるんだもん、バカ。言っちゃったね。あ、いや、もしかしてまたやっちゃったかな。ん？またって？私ね、メイタンと仲良くしたいんだけど、いつもうまくいかないんだ。じゃあこれからは私も一緒に黒崎さんと仲良くなる方法を探すよ。本当に？ありがとう、ひなち。ごきげんよう。あなたが例の転校生ね。うん、暁ひなただよ。よろしくね。そう、ひなたちゃんっていうの。あれ、なんだろう、甘い香りがする。あなた、いいわね。その笑顔、とっても綺麗で魅力的よ。そう？今日から私とお友達になってもらえるかしら。もちろん。ありがとう。じゃあこれは感謝の気持ち。チュッ。ほっぺにキスされた。ふにゃー。まあ、お姉さま、キノチーがびっくりしちゃうでしょ。確かにびっくりしたけど、大丈夫だよ。いい子ね、ひなたちゃん。私は紫ゆりか。困ったことがあったらいらっしゃい。力になってあげる。ゆりかちゃん。じゃあゆりちゃんだね。すっごくいい香りがしたな。お姉さまはね、庭園のお花で香水を作ってるんだよ。そうなんだ。今度詳しく聞いてみようかな。Thank you.
モモ、四つん這いに這いつくばるお前の姿、はっ、まるで家畜のようだな。ありがとうございます。なんだろう、あの二人。土の手入れをしているだけなのさ、気にしなくてもよいのさ。あ、こんにちは。1年生の子かな。ひなち、その人はね、ベルフルール女学園の理事長だよ。え、理事長？ご、うん、あんたは暁ひなただね。あ、はい、よろしくお願いします。そうか、あんたが。ん？何か？いや、なんでもないのさ。こちらこそよろしくなのさ。あたしはベルフルール女学園理事長、クーン・リンカ。学園の代表であり、オメガパワーの研究者でもあるのさ。オメガパワー？ベルフルール女学園に満ちる不思議な力のことなのさ。この学園の花は聖火の力で永遠に咲き続ける伝説を知っているかい？不思議な力を持つあの聖火はオメガパワーによって生み出されたのさ。しかし、オメガパワーがなぜ聖火を生んだか、その謎は未だ解明されていない。その謎やオメガパワーの秘密を私は研究しているのさ。つまり難しい研究をしてるってことですね。もうそんな感じなのさ。こっちはクオン・ユユニ、クオン・モモ、私の遠い親戚なのさ。大庭園のお庭番をしてもらっている。お前が例の転校生か。よろしくお願いします。こちらこそ。学園の生徒になるなら覚えておけ。庭園を汚す者をユユたちは許さない。そのことを肝に銘じて過ごすんだ。ほら、転校初日からそんなに脅かしてどうするのさ。ベルフルール女学園は暁日向を歓迎するのさ。これからしっかりと勉学に励み、ベルフルールの宿女として精進するのさ。はい、頑張ります。学園の案内はこんな感じかな。どうだった、ひなち？すっごく楽しかったよ。ありがとね、ベル。お気に入りの場所はあった？やっぱり大庭園かな。花が綺麗だし、いろんな子たちとお話できて楽しかったし。それじゃあ明日この庭園でお弁当を食べよっか。おお、いいね。そうしよう。今日から私の新しい学校生活が始まるんだ。新しいお友達もできたし、周りの子たちもみんないい人だし、うん、楽しい毎日を送れそう。休み時間終わっちゃったね。よし、それじゃあ教室まで競争。うえ、待ってよ、ひなち。紹介し忘れてた。学生寮にはね、生徒なら誰でも使える広いキッチンがあるんだよ。みんなは時々そこでお弁当を作ったりしてるの。もし興味があったらひなちんも作ってみてね。ベルが言ってたキッチンってここだよね。おー、本当に広い。よし、今のうちに明日のお弁当の準備しよっと。この辺の調理器具使っていいのかな。フライパンと鍋と、よく見ると高そうな調理器具もある。こういうのはあんまり触らないでおこう。というか、こんなに高級そうな器具一体誰が使うんだろう。ま、いいや。さて、お弁当を作ろうかな。みんなで楽しく食べられるお弁当がいいかな。
な。どれに何を入れたか私も分かんなくなっちゃった。まあいいか、これはこれで私も楽しめるし。あとはおかずを作って、よし完成。明日が楽しみだな。